山本太郎君はい、れいわ新選組、山本太郎です、えー、アルプス処理水をトリチウム水と呼ぶことがあります、資料の1、経産省の処理水に関する小委員会事務局の説明、ここにもいわゆるトリチウム水と表記されています、大臣、アルプス処理水をトリチウム水と呼ぶことに違和感はありますか、ありませんか、一言でお答えください。渡辺復興大臣 違和感はありません山本君違和感はないと、これ、違和感持ってもらわなきゃ困るんです、入っているのはトリチウムだけ問題なし、そう勘違いさせる非常に悪質なプロパガンダです、処理水、トリチウム水、なんと呼ぼうが汚染水であることを説明します。 福島第一原発では処理水と一部処理した汚染水をタンクに保管今年4月時点で13億3000万リットルと言われていますこれに加え毎日13万リットルもの汚染水が生まれる汚染水には理論上210種類の放射性物質が含まれる可能性が想定される可能性が想定されるって何ですか実際には全てを測っていないので理論上の想定となる これまでの研究など知見から考えると210種類の放射性物質が含まれる可能性がありその中から目立ったものをアルプスで処理減らすアルプス処理で減らせる各種はセシウムストロンチウムを含む62種類その濃度を減らし基準値未満にするが放射性物質そのものが消えてなくなる浄化されるものではないすべて処理水を海に流したとしてセシウムやストロンチウムは総量で 総量でいくらになるかと事前に聞いたら計算してないと言います。1リットルあたりどごまかしながら海に流す総量の想定もしていない。これ風評被害が問題なんじゃないんですよ。無責任な政府による実害の垂れ流しが問題なんです。理論上210種類の放射性物質が含まれている可能性が想定される。一方、海に放出する前に測定の対象となる放射性物質は約30各種に限定される。なぜか。 その手続きを確認します資料の2規制庁の説明をかみ砕きまとめたものです前提として実測で汚染水中にあるすべての放射性各種の数は数えていない理論上アルプスで処理する前の汚染水には210種類の放射性物質が含まれている可能性があるそこからいろいろ理由をつけてこの各種は少ししか入っていないだから測定しなくてもいいと30各種に絞り込んでしまっている 測定しなくてもいいほどの微量とは、告示濃度限度限の100分の分未満まず、告示濃度とは、毎日その濃度の水を2リットル飲み続けた場合、1年間で1ミリシーベルトの被ばくとなる濃度として設定、その限度が告示濃度限度、1つの放射性物質に対して、1リットルあたり、何ベクレルまでの濃度だったらよいかの最大値、この各種だけなら、最大、ここまでなら許します。 放出できますというのが国時濃度限度。その国時濃度限度の100分の1未満なら、微量だから測定しなくてもいいと運用している。資料の3、測定される30各種の国時濃度限度は、例えば、要素129だと9ベクレル、セシウム137だと90ベクレル、ストロンチウムだと厳しくなって30ベクレル、ただしこれは、 水の中にたった一種類の放射性物質が入っているという前提での最大の数値。汚染水、アルプス処理水のように複数の各種が混ざっているケースでは合計でどのくらいになるかが問題となる。それが国時濃度比の総は全て足し合わせた合計が1。1という枠に収まれば良いという考え方。例えば1リットルの水にセシウム137が 90ベクレル。この場合、黒字濃度は目一杯セシウム137だけで1という枠が全て埋まる。他の各種が混ざっている場合は流せない。もし、セシウム137が45ベクレルなら、黒字濃度の半分だから、黒字濃度比は0.5。1という枠の半分がセシウム137で、あと0.5の枠が残っているから、別の各種も流せますね。といった感じ。 アルプス処理水にはトリチウム以外の各種もいろいろ混ざってるけど、国時濃度比の相和が1以下で管理して海に捨てるから問題なしと説明するんですけど、問題があります。測定していない各種があるからです。存在しないことにされている180もの各種が100分の1未満しかないだろうという想定で測定対象から除外されている。当初、炭素14は100分の1未満と除外されていた。 けれども、後になって最大で10分の1くらい混ざっていることが分かり、問題になりましたよね。仮に100分の1未満だったとしても、0.005の各種が200種類集まれば、それら各種の濃度だけで、国字濃度比層は1に達してしまう。このように恣意的に測定しない各種を決めてしまうのは非常に危ういことなんです。 トリチウム以外,ほと,ム以外ほとんど取り除いた水だから安全なんですではないんですよ。測定していないだけの話なんです。 海外からも指摘されています。資料の4、太平洋諸国の首脳会議、PIF、太平洋諸島フォーラムの専門家パネルは、放射線や海洋環境の専門家で構成され、東電、日本政府との会談内容、東電が提供した貯蔵タンク内の放射性各種データに基づき、測定法、評価法の根本的な問題点を指摘している。昨年8月、同パネルが公表したペーパー、資料5及び6、主な指摘を要約すると、1、 タンク内放射性各種の情報が不十分、9種類の各種データしか共有されなかった、2、測定方法が統計上不十分で偏りがあり、信頼できるものではない、8、海洋生態系でストロンチウムなどが桁違いに再濃縮されることを考慮していない。 1>, 1リットルあたりこれ飲料水の基準値でいきますとっていうのはごまかしなんですよ。その後生態系でどのような動きになるか再濃縮されるかってことは一切考えてないんです。これら科学者たちはメディアにも寄稿している問題点を指摘しています。資料の7、サイエンスインサイダー。東電はタンク全体の4分の1から微量の水をサンプル測定しているだけ。 サンプルによってセシウムやストロンチウムの濃度が大きく異なるこれら放射性物質を均等に除去できていない疑いがある資料の8ジャパンタイムズ論考での指摘どのくらいの放射性物質が含まれているか分からないので薄めるための水の量放出に必要な年数も分からない本年2月には蒸気専門家メンバーなどが訪日しました資料の92月6日にアルプス処理水の問題点を指摘したファクトシートを公表 これらの指摘に対して日本政府としてどう回答したんですかってことを聞いてみたんですよ、政府の答えが資料の10、政府からの説明、ペラペラなんです、中身ないんです、データの質と量の不十分さ、測定プロトコルの欠陥、えー、測定各種を限定してしまうことの問題などにどう回答したのか、納得を得られたのかということさえもわからない。委員長 本委員会として PIF パネル側に日本政府や東電からの説明に納得したのか、そこには何が足りなかったのか、現時点での懸念点についても、改めて本委員会として PIF のパネルに意見を求めていただきたいですそれにつきましては、五国理事会で協議をいたします山本君。はいこれ、ぜひ、すべての会派に賛成していただきたいんです。 これ、重要なことですよね、反対する理由、合理的な理由、全く見つからないと思います、どうか、えー、よろしくお願いいたします。これね、私たちの科学を理解しないやつらが悪いんだっていうのは、これもう科学じゃないんですよ、宗教って呼ぶんです、これ、日本がさらに孤立してしまいます。 まずはこれまで除外していた放射性物質も全部測定した上でトリチウムおよびそれ以外がどのくらい残っているのかをちゃんと再評価しなきゃいけない。その上でもう一度ルールを決める必要があります。大臣、これ総理大臣に対して求めていただきたいんですよ。やっていただけますか。やっていただけませんか。ちょっと待って、関係ない。委員,委員長で委員長。 委員,委,員委員長。ではまず先に森下審議官。はい。えーえー、あのご質問にお答えいたします。あ、そうです、ね。<laughs> <laughs> あのすみません。あのまず九収来しかあの測定をしていないとアルプスについてとあの申しとられましたけれども、あの、えー、汚染水をあのアルプスで処理をしてタンク内で処理をしているあの水の分析につきましては。 これは、あの、使用7各種、これは、あの、セシウムの134、137、ストロンチウム90、えヨ、ー、ウ素129、コバルト60、えー、アンチモン125、ルテニウム106というものでございますけれども、それに加えて、今、あの、えー、ご説明ありました、炭素の14、テクネチウム99の、あの、分析を、あの、することとしておりまして、あの、それ以外のものがあるかにどっかにつきましては、その、それら各種の、 あの分析値の和と、それからあの全ベーターというものをまた測定しておりまして、それとの,あの差によって他の各種の存在を疑わせるような改良を認められていないということは、原子力規制委員会として確認しております、それからあの、えー、とこの海洋放出に当たっての測定の目的でございますけれども。しだこんんななの申あませ求めていいるとと違うじゃか 大臣に対して求めてんだよ、総理聞いてくれるなって委員長、静粛に、審議官は簡潔にお答えをいただき、そしてその後、渡辺復興大臣より答弁をいただきます、はいえー、あの測定の目的でございますけれども、これは放出によって人と環境への影響があるかどうかを調べるためでございまして、あの微量で検出が困難なようなものについてまでについては、 あのそのような影響はないものと考えておりますので、測定をする必要はないものと考えております。で、併せて東京電力は、あの放出にあたってはあの、先ほどありました、黒人濃度1未満であるという規制基準を守って、放出をするということを原子力規制委員会として確認しております。以上でございます渡辺復興大臣 お答えいたします今、えー、お話あの、答弁したとおりの内容でございまして、原子力規制委員会で対応しているということでございますので、えー、この問題について、あえて私の方から総理に申し上げることはありません山本太郎君、時間がまいっておりますので、おまと,めくださいまとめさせてください、100未満だっつってるものに対して、測定してないっていうのがあの、ベースにあるじゃないですか。 だからカーボン14というもので、量が多かったってことが分かったんでしょ、あとあとから。何言ってんですか、一体、全部測ってもないのに、それを切り捨てるってやり方がおかしいんじゃないかって話をしてるんですよ。何よりもあなたが今言ったことで、PIF の専門家パネルは、これ、納得いくっていう話になるんですか、ちゃんと情報公開をして、本当の意味で大丈夫だって、世界中が納得するってことの段取りが必要なんじゃないですか、偏った価格の話だけしてたらだめですよ、で、大臣、総理大臣に言っていただけないって、どういうことですか。 現場主義に乗っ取ってやるって言ったじゃないですか、あなたの現場、どこなんですか、現場はどう言ってるんですか、反対してるじゃないですか、中央からに来た人間が政府の方針だけ押し付けるんだったら、現場主義に乗っ取ってるって言わないんですよ、東京の人間が現場を乗っ取ったってことになるんですよ、これは。ぜひ総理に、もう一度世界が納得するような科学の推移、IAEA、e、A のレビューなんて、これ、世界にとってみたら、これ、水戸黄門の陰謀にはなりませんよ。 i a e のレビューを、のはかなんかどうだこれはみたいな形で皆さん晒してますけれども、そんなもの、申し訳ないけれども、原子力推進機関なんですから、そこから金をもらっているっていうところを外した上で、本当の意味での各社を集めての話し合いが必要、そして今、ご答弁なされた方、強く抗議いたしますよ、私が大臣に聞いたことと全く違うことを延々喋り続ける、これは少数会派の発言権を恣意的に潰すものだ、終わります。 はい。